地獄の空気だっていうどうも武田でございます。ちなみにこうでガーミンの新機能乳首の色素がわかる。はい、ということで本日の動画なんですけれども、よしきの学生時代丸裸にしてみた。シリーズ第2弾ですか？第2弾ですね。実はこれは小笹さんでやってる企画なんですけれども、意外と好評だったと。そうですね、うん、ということで今日は YOSHIKI さんの辻時代を丸裸にしていくということで、まあまあいろいろあったでしょ。見ている視聴者が一番なんか共感できる陸上人生を歩んできたというか、 YOSHIKI もこんなに弱かったんだなってとこから、あ、ここまでいけるんだっていうのが分かりやすくなってるんで、俺を基準にしていただいて、俺もなんかこんだけやったら大学陸上行けるんだなっていうのが分かりやすいかなと思う。うん、長距離学生たちの一つの目標でもあるもんね、大学陸上で箱根目指すっていうところが、うん、しかもトップチームの東洋大学まで行けたっていうプロセスが今回見れるということで、うん、すいません携帯のくせにうるさいな、すごく終わる吉さんのプロセスが見れるということで、皆さん楽しみにしてください、うん、それでは早速やっていきましょう。ダッシュで行こうぜということで、中学時代から早速攻めていきたいんですけれども、はい、上の方にグラフがあるといい、下の方にあると悪い、うん、で、1,2,3 という流れでやっていくんですが、YOSHIKIさんまず1年生どうですか？陸上部まず入りました。入りました。この時に目標をちゃんと掲げて入りました。レベルと勉強が嫌いだったので、高校受験しないために推薦で高校に行けるための部活は何だろうって考えた時に、陸上かなと思って陸上部入りました。まあ、あんま真似しないでください。ルールつきなさい、うん、っていう感じで、1年生良い悪いで言ったら悪い、悪いんだ。一番下かな。一番下、うん、悪い。そこなぜ動画初公開だと思うんですけど、うん、短距離でした僕。でも小学校まで俺めっちゃ足速い、うん、足速くてモテるキャラだと思ってて、うん、中学に上がるじゃないですか。中学って市内の小学生のオールスターみたいな。ああ、そうだ、集まるよね、うん、うん、そしたら俺足速くなかったんですよ。小学生まではクラスで 1,2 番争う走力を持ってたんですけど、中学生になった途端足速い人がみんないっぱいいて、真ん中ぐらい。めっちゃショックだったの覚えてる。なるほどね、うん、1年生から2年生になるぐらいで、やばい、そろそろちゃんと結果出さないと高校受験を勉強で行くことになってしまう、推薦できないとで思った時に、長距離やってみよう。それは頭いいじゃん。はい、やるよ。さっきからそう初めて1500走ったから、うん、長距離ブロックの人たちは冬の駅伝に向けて練習してるわけで、そこに短距離ブロックの YOSHIKI が混ぜてくださいと、うん、で行った時の初めての練習が1500のタイムトライアルだった。さあ俺2位だった。2番、2番、もうあれみたいな。2番だったの、うん、で2年生からは長距離選手として真ん中ぐらいかな。あ、こっから長距離選手に実はなったと。そう、真ん中ぐらいまで行くんだ。そう、で真ん中に置くよ。真ん中、うん、うん、上り上司じゃん。ピーン。そっから出た大会が 400m、800m、1500m。 短距離めっちゃ切れてなくて。まあまあ、400m はね、確かね、56秒だったかな。早っ。え、じゃあ持ったか、58か、どっちかなら。58でも、うん、早い。だって今と変わんねえじゃん。あ、まあそうだね。で、800が初めての大会で2分18かな。おー。戦後いきなり速くなる。4分32で走った。早っ中2の4分32多分速いと思うんだよね。うん、めちゃくちゃ速い。3000m もあるんですけど、うん、3000m はゴリゴリの長距離選手しかやらないみたいな。中学生の長距離部門ってなんか1500が主だって。そうだね。うん、俺もそのイメージ強いわ。うん、3年生聞きましょうか。この辺にしとく。ああ、ちょっと上がったね。ちょっと上がりました、皆さん。はい、中学3年生の時のベスト400が54秒。これいよいよトップ選手だね。54は、うん、だって全中標準いくつか知ってます？52ですかね。54で走ってて、うん、で 100m も12秒03とかだと思う。なんか中1の短距離歯が立たなかったんだけど、陸上の勝つ強さを覚え出したという、うん、で中3になってキャプテンになったんですよ。自信に満ち溢れて走ってた時期だったというか、うん、短距離の練習してないのに短距離のスピードも上がっていくし、800が2分6かで、全中標準でこの時は2分2とかだった。そうだね、うん、まだ12秒0、54秒、2分6秒だよ。みんなこの辺で県大会こんなやついるな、ああいう髪の毛知ってるみたいな、うん、ああいたかもしれないぐらいの多分なるね、うん、レベルにはなってると思うんですよ。戦後がね、出てないんですよ。出てないんだ。800を主にやってたね。で、3000m は出た。3000m は覚えてる。何分？10分9秒。長距離選手っていうよりかは、なんかスピード型の中距離選手って感じだったの。そうだね。まあ
このレベルになると一期選抜スポーツの試験で戦えるかなぐらい、そうだね、その時に憧れたのが当時柏原龍二選手がいたいわき総合高校で、俺もオレンジのユニフォーム着たいってなって、うん、一期選抜 の, そのスポーツテストをなんかいわき総合で受けたのが、うん、いい思い出というか、じゃあ高校時代いきますか。あ、そうですね、うん、刻んでいこうぜ。一期選抜、はい、いかがだったですか。有言実行ということで、うん、受かった。目論見通りじゃん。今でもできる男だね。ただ、高校1年目は憧れの高校に入ったということで、眠り高い。一番下からまたスタート。そうなんだ。要は市内のトップの中学生をやっぱ集めて都大路を目指すわけですから、県大会止まりの俺が、まあ、ギリギリ1期選抜は通ったんですけど、うん、3000m も10分9であんまり長距離型でもないし、うん、駅伝には全然使えないだろうっていうとこからやっぱりスタートしたんで、ただやっぱり練習がね本当に高校トップクラスだったので記録は伸びました。伸びたんだ、うん、まあ、3000m が9分26秒かな。めっちゃ伸びてるじゃん。あんだけやっぱ練習やってたら、うん、それは伸びるよねっていう練習はしてました、うん、で 5000m が、あ、もうこっからあれだ、もう高校生ならではの距離になったんだよね。そうですね、16分40かな。まあ自己ベストも出してるから、うん、話を聞くと全然この位置じゃなさそうだなっていう感じなんで、なんか意識的に心のあれがあったのだ。それはトップの高校に入って、うんうんうん、一番下からこうスタートするわけ。自信にこう満ち溢れてた自分がいないわけよ、高校1年生で。今こう振り返ってみると未熟なイメージが強いという、うん、胸を張って走れてはいなかったな、うん、顧問の先生、上の人にかける言葉、下の人にかける言葉ってあって、うん、俺にかける言葉は全然相手されてないような。わかるでしょ、下の人なんか上の人はこんなになんか対応いいのに、俺が結果出してないばっかりにこういう扱いされるのクソ悔しいみたいな、うん、まあ強豪校ならではかもしれないね。強豪校ならでは、うん、その対応の仕方が顧問の先生が悪いとかじゃなくて、うん、こういう思いは絶対するべきだと思うし、うん、ただ俺のここで良かったのがスネールとかグレールじゃなくて、悔しいから顧問の先生絶対見返してやろうって思いで頑張ってました、ね、練習は。ただ練習の出演室なんで夏明け貧血になりました。苦しい状況でしたけれども、うん、2年生になってどこに行きますか。だから2年生になると今度はどうなるかっていうと、自分が出たい種目を言えるようになって、うん、まあ、中学のあの結果もあったし、ちょっと俺はスピードに自信もあったから、うん、まあ、5000もやるときはやりますけど、とりあえず一回800、1500で俺の良さを見てください、うん、っていう感じでまた高校2年生は短い距離でやるようになります。ちょっと上から上がるね。800が1分58秒、早い。やっぱ貧血上がりの春先すごい記録伸びたね。で1500が4分8かな。4分1桁きた。5000がね16分20ぐらい。足踏みすんなお前長距離が苦手なんだと思うね。まあただこの800戦後でここまで走ると市ではねトップクラスでは走れる。トップクラスだよね。やっぱりこの辺から顧問の先生も認めてくれるというか、この辺から目かけてもらう、うん、気持ちいい状態で3年生に上がると。3年生になります。さあ、はい、よしきさん、まずじゃあ一番上だね。一番上きた。一番やっぱ伸びた。この辺から動画見てる人は分かるんじゃないかな。ああ、よしきが昔言ってたタイムとか、うんうんうん、5000が14分50秒。16分20の選手が14分50まで上がる順位ですよ。で戦後がベストですね、3分54かな。で400もなんかマイル選手です。400も出てたの。マイル選手一番速かったラップが52秒では回ってきてた。でもね、このタイムで戦後と5000走れる選手がマイルラップ52って言ったら納得いきます。800とかもしたと思うんですか。出てないね。出てないんだ、うん、じゃあ吉木さんのベストこの1分58なの。そう、800これで止まってて、14分台で走るから都大路を目指して頑張ってたってのと、まずキャプテンになりました。で、まあ中学と一緒なんですけど、先生からも期待されるようになって走りで引っ張っていくっていう立場になると自信がつきます。自信がつき出すとすごい変わってったというか、これも不思議で、毎回ね16分20で走る時も15分10秒ぐらいの集団についてって垂れて16分20でゴールするのを高校2年生まで繰り返してて、高校3年生の春先に15分10で走った時もその集団に最初ついてって 2000m あたりで離れ出すんですよ。僕はまたいつもの流れだって思いながら走ってたんですけど、いつもの流れでそっからズルズル行くのに離れ出してから粘れたんですよ。ずーっと粘ってたらどんどんボロボロこうこぼれてくるんですよ、先頭集団が。学籍のやつらとか
田村のやつらとか高校2年のこのタイムの時までは学籍田村の駅伝部のやつに勝つなんてっていう存在だったのに、うん、俺今学籍の選手抜いてるみたいな。わかる、そういうの気持ちいい。え、俺なんか俺どうしたってなってゴールしたら15分10秒出した。で、そっから、ね、掴んだ。なんか掴んで、うんうん、で、キャプテンにもなったってことで、坊主にしたんですよ。気合入れたんだ、自分なりに。うん。坊主にした瞬間、14分台になる。この、戦後の3分54。タイムバカじゃないですよ、ただの。僕の口から言っちゃうんだけど、これ、東北選手権っていう、高校生から一般の人全員が出る。僕の山形県選手権っていう動画みんな見てくれてるからわかると思うんだけど、あそこで勝ち進んだ人が次東北選手権に行けるっていう流れなんだけど、そこで出してて、かつそこで5番に入賞するっていう。これすごい。しかも、ちょっと運命的なところがあって、その東北選手権僕高校1年生の時100で出てる。だからその時に相方はその会社にいたんだ、ね、そう、いた。だから俺が高校1年生高校3年生の時に実は合ってる。だから本当にこの辺が走ればタイム出る。本当にこの走りで酒井監督から声がかかる。あ、そうなんだ。そっちにも酒井監督に声をかけていただくっていう一つの、そうですね、結果があったんだ、はい、結果はもう一目でめちゃくちゃすごいですけども、うん、まあこんだけ力つけたら、当時めちゃめちゃ強かった学籍の今井典史っていう選手がいたんですけど、もうあれはもうズバ抜けてた。13分50ぐらいで走ってた、高校生の時から。県駅伝で1区、やっぱ今井が独走するであろうっていう感じになってたんですけど、俺は走ればタイムが出るから、唯一今井が若干ビビった。神永光栄かもみたいな感じになってた。田村も学籍も県駅伝は一区神永で来るらしいみたいな。最近になってめちゃめちゃ伸びてきてるから、あいつ危ねえぞみたいなってなってたんですけど、直前に疲労骨折。このタイムを見ていただいて、酒井監督に認められ、東洋大学に進学すると。ということで皆さん次大学へ行っていきましょう。ダッシュで行こうぜ。ちょっと大学1年生、教えてください。また一番好きだね。それはさ、あれも好き。大学駅伝完全ガイド。これも示してます。ここにポンって出します。待って。俺だけね、情報量圧倒的に少ない。ただ、唯一の救いなのが、田口雅也が14分54秒ってなってるんですよ。タイムだけで言ったら、田口さんより勝ってんの？そう、だから、田口が一番下で、その次は俺みたいな。見てこの高くの顔、絶対こいついじめっ子だろ。これさ、今これウイレで言ったらフルマッチ、メッシ、クリロナ、イブラみたいな。こんだけ上と俺らの差があったんで、めっちゃ田口の仲良くなった。あー、下の協力がない人同士ってことか。そう、だって男2人でプリクラ取りに行ってたもん。それやばいね。ポン。すぐでしょ。タイムがね、14分33まで伸びたんかな。1年で？なんでそれで下なの？ただね、全然カメラ頑張ったなとか声かかんない。やっぱり14分半で、うん、厳しいね。いやいや、ほんと厳しい世界だなと思いながら。他にあります？なんか 3000m があれいくつだろう、8分30かな。これもベスト？ベスト。これ多分ね、 YouTube 東洋大ヨシキ 3000m とかで検索すると、うん、多分俺らのどこしか出ない。出てこないよな。3000m も5000もちゃんと自己ベスト出しててさ、うん、えらない。これでも全然埋もれてたというか。まず僕、皆さん自己ベスト更新しないからね僕。タイムで分かりやすいと言うと大学1年はこれが一番。なるほどね。さすがにもう800はもう引退。引退というか監督に1500、800やらせてくださいみたいな。一回言ったことあんのかな。マジで？そう。中学も高校もそれで結果を出して目に留まるっていうルーティーンが自分の中であったから、自分の良さを出すには800戦後の。おー、まあやり方としてはね。そしたら、お前は箱根をそう走りたくて東洋大来たんだよな、みたいな。800が必要あるかみたいな。ないです。で、ジョグジョグ行った。俺だったらね、俺が監督だと思って聞いて。監督どうしたの？今度の大会は 5000m じゃなくて800ちょっと出ようかなって思ってるんですけど、ちょっとスピードもあるよっていう部分を監督にアピールしたくて800出たいなと思ってます。なるほど。うちの大学1分50ぐらいで走れないとあれだけど、はい、それでも見せれる自信の長距離の練習頑張ります。トヨ800もめっちゃ強いですよ。いやマジでそう。まあもうちょっと自己ベストはしっかり更新して。でも、さっき言った仲良し田口は、俺がこの結果を出してる裏で、箱根駅伝区間賞取った。プリクラ取りいけねえじゃん。そう。田口が箱根駅伝区間賞取ってからは、プリクラ一回も取れた。でもまだ終わってないから。はい。まあ2年あるから。
2年どこに行きますか。ここかな。でも上がってる、うん、ちゃんとちゃんと上がるんですよ。おいよくはなってないけど、うん、上がってるんですよ、はい、いやこれ面白いわ。いやだってさ俺から言わせればね、うん、自己ベスト出してたら俺もう上なのよ、うん、いい陸上人生だったってなるんだけど、うん、そういう風に思わせない環境があるわけですよ。はい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 。これすごくない普通に。確かに。で、でもそういう頭になってんのよ、吉木さんも。やっぱり周りと相対的に見て、やっぱ結果が出てないなっていう、うん、頭になってるから、そう、ね、そういう意味ではやっぱ酒井監督の戦略通りなんじゃない、うん、でも、本当にうまくできてて、うん、俺がこうやって自己ベスト出しても、監督には声かけてもらえないのよ。女子マネージャーが。谷原がすごい結果伸びたねって声かけてくれるのが、本当嬉しくて、うん、ちょっと種明かしになっちゃう。まあ、知ってるか、うん、4年目は俺マネージャーだったわけ。そうね。それで監督に言われんのよ。俺は声かけないけどお前は選手に声かけてやれって言ってんの、監督。その飴と鞭じゃないけど、うん、そこのなんかそのチーム組織の戦略も酒井監督はうまかったなって思う、うんうん、聞かなくていいやじゃあとこれは初見で見た人はさ、うん、この吉木っていう選手がこっから伸びてって箱根走れるかもしんないっていう感じに今期待してたのに4年目マネージャーマネージャーって言っちゃったから終わりだね、最後まで嘘聞かせてんの先生。まずタイム14分31ですね。また自己ベスト。一応自己ベストで1万メートルも公式か、うん、公式は30分20秒ぐらい。ええー、早っ。でおもろいのが2年生になるとハーフとかも出るんだけど、川越ハーフ、うん、俺10キロの通過1位で通過してんの。東洋大え、その川越ハーフ。川越ハーフその時の10キロの通過が29分59とか。でも後半垂れて66分かな。でも垂れて66分ってさ、今思うとさ、どうやって走ったんだろう。だからそのペースで行くと、多分63分とかで、で、箱根の選考に入ってくる。10キロ通過までは、なんか一瞬見えた。あの箱根の。ハの字が見えた。そう。ハの字が一瞬見える感覚をつかみかけたんですけど、しかも、前日もハーフ走ってるんですよ。だらしない枠が、あの、2日連続でハーフ。なるほどね。で、マジで悔しくて、うん、くっそみたいな。うん、で、突っ込んでこれだったっていうのが覚えてる。それなんか、うん、意地は見せれたんじゃないかな。いやでも66分で終わったんで、もう声かかる一瞬ね、この感覚で20キロあと行ければ箱根の選考に入るのか、なるほどみたいな。じゃあ基礎体力もっと上げて頑張ろうっていう段階まで今来ました。行くね。で、大学3年生ですから、ここ変わらずですね。変わらず。これが一番俺のなんか陸上の起点になった年というか、どんぐらい頑張れば箱根駅伝のこう選手に絡んでくれるかっていうのもなんとなく自分のが掴んで、だから頑張るわけ。頑張った結果怪我をしてしまいます。多分ね、月間800キロとか踏んでたかも。その怪我がですね、大学3年の夏ぐらいまで走れない時期が続きまして、夏ぐらいまで走れないとどうなるかっていうと、夏合宿に参加できないんですよ。箱根駅伝メンバーに絡んでくるには夏合宿で戦い抜けたものが大きく関わってくるので、だからどうなるかっていうと、俺はこっからまた走り出すわけ。今度秋口ってもう本当に箱根の選考が決まるか決まんないか。じゃあ吉木の位置はどこかっていうと、秋口にちゃんと走れなかったら部活がクビかクビじゃないか、まあまあまあ惨めよ。あいつ箱根の選考のために走ってるんじゃなくて、首の皮一枚なんか繋がるか繋がんないかのとこでやってるんだぜみたいな、うんうん、ってなった時にもう監督にやめますって言った。言ったんだ。言っちゃったね。なんか俺何やってんだろうってなるわけ、うん、なるね。そういう心理状態ないよね。こんな位置にいたら箱根駅伝なんて走れるわけもないし、3年目結構くすぶったな、2年目も走れてないなっていうので、部活での自分の位置がなんかもう大学3年生だから確立してる感があったというか、うんうんうん、まあ、本当だったらそこでやめますって言わないで大学4年目も頑張ってたら花開いてた感もあったけど、その花開くかもしれないっていう可能性ももう見えなくなるぐらい、俺ってこんな位置で何やってんだろうなってなっちゃったっていうか、本当に分かんなくなるぐらい本当に厳しい世界なんですよ。そうね、うん、ちょっとやめますって言って、うん、言った時に、まあ、監督がお前は部に行ったと、俺の右腕になるぐらいそのマネージャー頑張ってくれってこう言ってもらって、マネージャーになるにも人を選ぶというか、厳しい話、監督辞めます、あじゃあどうぞ辞めてくださいって言われる人もいるし、俺は運がよくお前は辞めるなって言ってもらえたから、部のために走りではちょっと貢献できないけど別なとこから貢献できるのであれば
頑張らせてくださいって言ってマネージャーになったのが3年生の秋かな。陸上部スタッフ監督がある程度信頼を置いてないとマネージャーにもなれないっていうか、言いたくてなれるものじゃないからね、まあ、俺はその時に初めて、まあ、下の方ではあったけど自己ベストは更新してたわけじゃん、あ、監督ちゃんと多分見ててくれたんだなっていうのもなんとなく感じるよね、やっぱり生き残んなきゃいけない世界なので、選手が結果出してると悔しいし、仲間とか後輩とか先輩とかを素直に応援できないシーンってめちゃくちゃあると思うんだよね。そういう選手たちに自分が今から全勢力を注がなきゃいけないっていうメンタルにこうしっかりなれたっていうのは俺は本当にすごいかなと思います、この年にちょうどここに僕も入学してきたんで、ああそうだね、でその時に東洋大学、箱根優勝と、そうです、そうなんですよ、ありがたいことにテレビにも出させていただいてじゃあポン、結果同じ4年生のキャプテン設楽啓太が山を登って往路優勝。このねアングルでツイッターフォロワー1000人獲得、1000人獲得すんなお前刻んでいこうぜ。大学4年生どこに入りますか。この辺かな。え、この辺でいいかな。すげえ、よかったんじゃないかなって思う結果シュムにさせてもらって、監督に信頼されてんのかなっていう場面が大学4年目ですごい感じれたので、その他にも当時主力メンバーだった田口多学も辛い時とかたくさんあるわけ。4年目でその走りで引っ張っていかなきゃいけないとか、そういった時にこう悩みじゃないけど俺の部屋に来てこう相談しに来てくれたり、あるじゃんその中心の部屋っていうか、あるね、あいつんち集合なみたいな、それがなんか俺の部屋になってたんで、そういう意味では慕ってもらえてんのかな、じゃあ俺もサポートで返そうかなと思って頑張れてた部分もあったんで、本当にこの3年4年目のマネージャー業務でいろんなことを経験できたし、監督ってこんなに考えて部を回してるんだっていうのも、マネージャーになんなかったら分かんなかったし、下の選手って惨めな思いをしてるわけ、もう俺もやっぱり最初はそうだったから、でもその惨めな思いをして何クソって言って陸上頑張らせる、その持ってき方も監督はちゃんと考えてたからこそ、いつでもかんでも優しい言葉をあえてかけないっていうか、それでもやっぱりマネージャーになって分かった、陸上選手野心は必要ですから、でちゃんとそこで野心が生まれて行動に移せる選手がやっぱ結果を出せる選手だと思うんで、まあただその中でも選手として箱根走れなかったなっていう後悔もやっぱ自分の中ではあったからこそ今 YouTube やってるかもしれない。好きじゃないとここまでできないよね。少なからず思いがないとできない、そんぐらいド M なことだし、時間も必要だしお金も必要だから、きついことの方が多いけど好きなんだな俺らみたいなっていうのは、今こうやって振り返ってみても感じるよね。まあそうだね、違う方向に行っちゃったね。人生を語ったわ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。みんなもね、やっぱ好きだったねっていうとか、やりきったねっていう風に学生時代終われればいいんじゃないかな。俺たちがこの後背中を後押しできるじゃないけど、俺たちの動画見て少しでもやる気出てくれるとか、そういう存在になりたいね、またね。そうですね、なんか俺が本当にちょうどいいんじゃん。ちょっとね、やっぱ周平はね、俺の中でなんかトップそうなのよ。で俺って多分ポテンシャルっていうよりかはポテンシャルが低いけども、努力で結構そこまでこういけたっていうか、ちょっとポテンシャル型とよく見る一般型というか、そういう意味では俺を基準にヨシキには負けたくないみたいなでコメントあるよね、いっぱいね。でライバルにしてもらえるようにヨシキさんも頑張ってもらえる。まあそうだね、多分ね、めっちゃ身近な存在で多分見れるんだと思う。ということでちょっと話ずれちゃいましたけど、まあこんな感じのヨシキさんの学生時代ということで、ということで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。撮影時間1時間やばっ。